待って待って待って、めちゃくちゃ重い。すごい大きな箱が届きました。こちら視聴者様にいただきましたプレゼントでございます。マジで？マジでですか？いただいたこの方はあのモノマネ芸人のがっくりガクトさんの奥様でございます。そう、彼女はくれ毛の達人。この年末年始、ご自身のためと、そしてなんと私のためにクレーンゲーム頑張ってくださっていたそうで、なんと本日送ってくださいました。ありがとうございます。奥様からいただいたこの大きなフィギュアの箱、オープンさせていただきまして皆さんと楽しんでいきたいと思います。では早速このテープを取らせていただきたいと思います。ペリ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 、紅茶こぼしてしまった。片付けよう。ちょっと待って、煉獄さんにかかってないかしら、大丈夫？ちょっとやだ、あー濡れて、もうなんでこんなことになったのよ。私か、私のドジか。もう新年早々落ち込んでますけれども、もうこれを開けて明るい気持ちになっていきたいと思います。それではいきます、オープン。おお、ちょっと待って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 、すんごい、もうねぎっしり入ってる感が伝わります。全部開けてないけど、いきますよ、じゃん。うー、ちょっと待って、すごっ、え、ほんまに言ってます？見てください、これ業者やん。っていうか、ちょっと待って、めっちゃ可愛い人と目が合った。嬉しい、みつりちゃん、何よ、もうほんまに可愛い、地上に舞い降りた天使、ほんまに最高。いや可愛いな、っていうかこの浴衣ほんまに似合ってますよね、みつりちゃん最高。嬉しいな、ありがとうございます。やばい、ちょっと待って、ちょ待って、言い過ぎなんですけど炭治郎くんも出てきた。炭治郎くんほら、みつりちゃんと一緒にお食事食べてる。ちょっと待って、まったけご飯、ちょっと老眼やからよう見えんねんけど、まったけご飯やねんこれ。こうパッケージ見たらまったけご飯的な感じなんですけど、ちょっと気になるから開けてみよう。ちゃんとまったけご飯なんだろうか、セガさん。その辺ちょっとアニメファンうるさいからね。ちなみに映画の時真っ白いご飯でしたよね。でアニメ放送になった時にまったけご飯に変更されてませんでした？あんないちいち書き直すんですかね。いや、よいしょ、じゃんじゃんじゃんと、おお、あ、出てきた。うわ、すごい、こんなに小さいのにちゃんと描かれてる。まったけご飯ですね、まったけご飯、めっちゃまったけ乗ってる。お腹空いてきたわ。原野くん入ってる。ちょっと嬉しい、私この原野くんよ、見て、本当にこの原野くん正座をちゃんとされてて、いやもうこの原野くんほんまに最高なんですよ、ほんまに。あの何が最高かって、本当にきっちりと正座されてるっていうのもあるし、制服もほんまにきっちりと着てるでしょ。ギャップ萌え、特別この原野くんには萌えましたね私。よっ、
てきましたね。玄弥くん出して思ったんですけど、炭治郎と比べて体格がいい。よいしょ、炭治郎くんこんな感じですもんね。玄弥くんやっぱ大きいですよね。まっすぐのこの見てこの姿勢の良さ、なんていい息子さんなんだろうって。ちょっとみつりちゃんも気になったから、みつりちゃんももう出しちゃおう。後でねゆっくりと開けさせていただこうと思ったんですけど、もう我慢できない、我慢できねえ。おお、銀也くんよりみつりちゃんの方がやっぱちっちゃかったでしたっけ。設定どうだったか。でも銀也くんって相当でかいですよね。はい、見てください、このみつりちゃん。これやっぱりね、豊かなねバストがねめちゃくちゃ表現されてますね。きっちりと浴衣を着られてるんですけれども、弾けんばかりのお胸がブルンと表現されてます。はあ、いやー、たわわですね。とにかくそこに一番目がいっちゃいますけれども、少女らしいお指も可憐に表現されてます。やだー、ほんまにめっちゃ可愛いですね。最高、最高です。玄弥くんと比べてみたらこんな感じなんですね。で炭治郎くんもこんな感じで挟まれてタジタジしてるっていう感じの玄弥くんになっちゃいましたけれどもいやー、いいですね、いいですね。これ置きながら思ったんだけど、見て、ちょっと玄弥くんの足見てくださいよ。大きい、このサイズ、足のサイズが大きい。待って、ちょっと待って。男を感じた、玄弥くんに男を感じてしまった。男を感じたっていうか、そういう意味ちゃうよ。あの、男性の魅力というの玄弥くんファンの皆さんに本当にお詫び申し上げます。もう、そういうあれじゃないです、そういうあれじゃないので、ご安心してください、ご安心してくださいというかはい、すいません、行き過ぎた表現をしてしまいました。ちょっと待って、すんごい入ってる。ここに天元様とダキちゃんがずっと見えてたんですよ。で、フィギュア2つだけだと思ってたら、その下になんと無一郎くんと、嘘でしょ、嘘、ダキちゃん出てきちゃう。これ黒髪のダキちゃんと白髪のダキちゃんですよね。うわー、これはすごいですね、めっちゃかっこいい。これ並べたら最高にかっこいいんじゃないの。やばい。そしていいんでしょうか、あの天元様推しなのに私めに天元様を送ってくださるなんて。嬉しい、ありがとうございます。そしてこちらに富岡さんと、わ、かわいい、みつりちゃん。そして、これは、めっちゃかわいい、ねずこちゃん、ねずこちゃん、この三つ編みバージョンのねずこちゃんになってる。うわー、めちゃくちゃかわいい。ちょっとこれ、やばい。みつりちゃんもこの笑い切ってる顔がめっちゃかわいいですね。何よこの二人、めちゃくちゃかわいい。やばい、これは完全にやばいですね、めっちゃホワホワしてる。こちら、あー、後藤さんだ、セピアバージョン、かっこいい。めっちゃいい、めっちゃいい。そしてこちら、かなおちゃんかな、かなおちゃんです。かなおちゃん、そう、がっくりがっくとさんが一番の推しって言ってたかなおちゃん、無口な女の子がいい聞いてはりましたよねほんまにもう、がっくりがくとさん面白い。じゃじゃん、しのぶさんでーす。うわー、ちょっと待って、これ柱稽古始まる前にテンション爆上がりじゃない。もうやだ、嬉しい。マジですか、いいんですか。見て、これも鬼滅だったの。私ドーナツ、なんかお菓子入ってるなと思ったら、これも鬼滅の刃なんですか。こんなのあるの、なんか上になんだろう、なんかついてる、なんかシールっぽいものがついてます。ちょっと開けてみよう。
なんだろうなんだろう、いきますよ、シールかな、ドン、あー炭治郎くん、炭治郎くんの日輪刀、あこれいろんな日輪刀の妻のデザインが入ってるのかな、これは、あみつりちゃんです、え、さっき炭治郎くんだったからもしかしたらみつりちゃんの唾が入ってるのかな、よっ、ちょっと見てみましょうか、みつりちゃんかな、いきます、ドン、あ、ドン、あ、やっぱりそうだ、パッケージと同じ日輪刀のシールがついてるんですね、もう一つあるんですよ、よっ、むいくん、あ、むいくんだ、むいくんが入ってたんですけど、じゃあこれはむちろくんの日輪刀のつばなんですかね、よいしょ、開けてみよう、これでもうむいくんだったら確実にそうですよね、いきます、ドン、あ、違うかった、みつりちゃんだった、じゃあこれランダムなんだ、たまたま出ただけでランダムなんですね、へー面白い、知らなかった、シール3枚いただきました、すごい、ちょっとこの焼きドーナツどんなお味なのか食べてみようかな、ちょっとさっきの紅茶あったら一緒に食べれたのに、もうそう珍しく紅茶飲んでると思われたでしょ、違うんですよ、朝コーヒーをいただいて紅茶をねいただいてたんですけど、思いっきりこぼしました、喉からからよ、もう動画を撮ってたらもうカメラしか見ないというか興奮状態になってるんで、よう失敗するんですよ、私こんなに普段そんなに失敗しないのよ失敗するか失敗してるか確かによう、こけるしね、ドジはしますけど、ほんまにカメラの前に立ったらそう増えてるんです、私はそんなにドジじゃないんですよ、では焼きドーナツちょっといただきたいと思います、いただきます、うんうん、ここドーナツチョコって書いてるからドーナツ型のチョコレート菓子って感じ、よくよく見たら刀のつばシールランダム1枚入りって書いてますね、なのでランダムだったんですね、ここに書かれてます、うん、美味しい、これ焼きドーナツチョコ、3種類って書いてるから、炭治郎くんとみつりちゃんとむいちろうくんで3種類なんでしょうね、続きは今夜お酒飲みながらいただきたい、めっちゃ楽しかった、幸せな気持ちになった、本当送ってくださった奥様ありがとうございました、めっちゃ嬉しいです、すべて開けさせていただいてここに飾らせていただきたいと思っておりますはい、というわけでですね、この度は視聴者様からいただきましたフィギュアのプレゼント開けさせていただきました、ありがとうございます、ここで皆さんにお知らせがあります、なんと私ゲーミングお母さんチャミとしげちゃんの食いしん坊チャンネルさんと WGB チャンネルさんの3チャンネル合同でフリーマーケットを行います、日にちなんですが2月の18日を予定しているということなんですけれども、名古屋駅から5分くらいのところで開催予定です、まあ、こちらの詳しい場所についてはチケット買ってくださった方だけにお知らせするということです、間違ったこと言っちゃいけないから運営さんからいただいたフライヤーを見ながらお話していきますね、参加費は1000円だということなんですけれども、入場特典としてオリジナル缶バッジ、豪華豪華ですね、そして3チャンネルと一緒に写真撮影、ちゃんとメイクしていかな、伏線の出張販売福袋ですね、私も買ったことないんですよ、この日にもしも買えそうだったら買わせていただこうかしら、そして推し活ハンドメイド品、各チャンネルのオリジナルグッズ、詳しくは各チャンネルをチェックということなんですけれども、私はオリジナルグッズを持っていこうと思ってたんですよ、番組のグッズ、タオルですとか缶バッジですとか、でも朝から晩までイベントが続
続くということなので売り切れてしまうかもしれないというか、そんなに数がないのでお家にある鬼滅グッズも持っていくことにしました。できる限り開封して重なったものですとか、コラボイベントとかに行った時に予備で買ってダブったものですとか持っていこうと思っております。できる限りそれだけじゃ足りないと思うので、この月曜日に大阪日本橋に行って仕入れをしていきたいと思います。その販売用にいろんなものを買ってきます。当日のフリマイベントは現金のみと書かれてますので、皆さん現金を持って遊びに来てください。チケットなんですけれども、ライブポケットさんで販売されるということで、もうライブポケットさんといえばもうね、カフェで皆さんよくよくシステムご存知だと思いますし、会員さんだと思いますので説明は不要だと思うんですけれども、販売の日が1月14日の20時から2月14日の20時までだということです。その他の注意事項はライブポケットの概要欄や YouTube にてチェックお願いしますと書かれております。というわけで2月18日名古屋にて私としげちゃんと社長3人でフリーマーケットさせていただきたいと思っております。すごい3人ですよね。混ぜるな危険みたいな、どんな感じになるんでしょうかね。私社長とお会いするの初めてなんですよ。このイベントをするにあたってオンラインでね会議はさせていただいたんですけれども、初めてなのでめっちゃ緊張しています。社長よろしくお願いします。というわけで当日は私としげちゃんに囲まれてタジタジされていらっしゃる社長のお姿も楽しんでいただけるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ皆さん名古屋に遊びに来てください。お待ちしております。というわけで今回も皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ごぶんわー。並べさせていただきました。ありがとうございます。ダキちゃんのこの帯は私が不器用すぎて今すぐには装着できなかったので、後でゆっくりとつけていきたいと思います。ほんまにめっちゃ難しい。頑張ってやります。